息入りできる機会やっていきましょう。 OK、 レッツゴー。前節リラ戦は、まあ、怪我の状態が良くなかったので、まあちょっとまあ、ベンチには入ってたんですけど、まあ、試合に出ず、まあ、チームとしてはしっかり0点に抑えつつ複数得点、大量得点で勝てたのは良かったかなと思ってるんですけど、まあ、ちょっと個人的にはやっぱ試合に出れなかったっていうのは少し悔しいですし、まあ、怪我の状態も、まあ、今週しっかりトレーニングして、まあ、先週のトレーニングマッチも、まあ、問題なく痛みなくプレーできてたので、まあ、今日の試合はしっかり試合に出る準備をして、まあ、チームを勝たせられるように頑張れたいなと思っています。少し中断期間があって、まあ、その間もトレーニングやトレーニングマッチ含め、まあ、中村監督のフォローで新しい戦術、まあ、チームとしての方向性っていうのを示しつつ、まあ、トレーニングやトレーニングマッチに励んできたので、まあ、今回はそれをしっかり形に出していい結果を残せられるようにしていけたらなと思っています。絶対走り負けないことね。絶対勝ちましょう。行きましょう。じゃあ、まあ大学自体からそうですけど、まあ第一は、まあ、毎試合必ず得点かアシストで結果を残すような選手なので、まあ安心してボール持った時は安心して見ては後ろから見てられるような選手です。どんなキャラクター、まあなんかあんまりいじられるようなキャラじゃないですけど、まあ。いじられると、まあ、ちょっと照れくさそうに、嬉しそうにするような感じのタイプです。守備として、安心できる存在なんで、しっかり任せて前にボールを送ってくれるので、安心して前に待ってられるっていう感じです。まあ、プライベートは、声が大きくてちょっとうるさいなと思う時が多々あります。まあ、守備で、まあ、相手がボールを持っているところにしっかりプレッシャーいけるように自分が声を出してプレッシャーいかせるのと、まあ、それと同時に自分がしっかり潰せるようにいくことを意識してやってます、まあ、まず勝つことは絶対条件なんですけど、まあ、守備としてはまあ無失点で勝てるように頑張っていきたいと思います。そうですね、前回の試合は、まあ、トナン戦とポジションは違う中で、まあ、自分なりに結果も出せて、まあ、いい試合ができたのかなと思ってます。今日の相手は上位対決なんで、必ず得点してチームの勝利に貢献できるように頑張りたいと思います。しっかり試合に入りましょう。そして勝ちましょう。よし、よし、よし、はい。
上武大学の人たちがすごくいい雰囲気作ってくれて、やっぱ公式戦っていうね、この雰囲気がすごくやっぱ試合を難しくさせたと思うし、みんなでやっぱ勝ち取った一打だと思うし、首の皮一枚繋がったと思うからね、これを逃さないように、また来週再来週で試合があるからしっかりやっていこう。来週相手に関係なくいい勝ち方でクリーンシート複数得点で終われるようにしっかりトレーニングしてまたやっていきましょう。 OK、 お疲れ様でした。お疲れ様でした。2試合連続ゴール、まずはゴールから振り返ってください。まあ今日コーナーキックでヒロムさんがニアで潰れてくれたんで、ちょうどいいところにこぼれてきて自分が振り抜いたって感じです。まあ僕最後途中交代で退いたんですけど、まあ前半から体張って守備陣が頑張ったっていうのが無失点につながったかなと思います。日頃の練習からその無失点でやるために、まあ周りの選手とコミュニケーションを取って、まあ自分が姿勢で、まあ、プレーで見せたり、周りに指示して、練習からと、この公式戦の雰囲気を持って、取り組むことが大事かなと思います。まずは、チーム全体でこの1週間は、新しいことにまた取り組み始めてたので、その全体で共有するところっていうところを、その試合の場でしっかり発揮するっていうところ、ポジショニングだったり立ち位置だったりっていうところは、心がけて試合に臨みました。無失点の要因は、キムさんはじめディフェンスライン前線までよく前線もプレスしてくれて、キーパーも最後まで止めてくれてたので、チームの雰囲気も良かったです。それが、無失点の要因になったと思います。
連戦続く、また次一戦、大事な一戦なので、まあ一戦一戦勝ち切るトーナメントだと思って一戦一戦やることが大事だと思うのでやっていきたいと思います。先制点は絶対相手に取らせたくないっていう気持ちがまあすごく強くて、まあそれがチームの全体としての守備の仕方とかに雰囲気が出てたので、まあそれが影響あってみんなで守り切ってのクリーンシートだと思います。最後の最後、まあ今日やっぱ押し込まれる展開が多いなっていうのはある程度予想してるので、まあクロスボールやっぱ自分が後ろから前に出る方がやっぱ確実に防ぐにはそれが一番いいかなと。でアップ中から、まあ、クロスの対応とかやってる中で調子今日いいなと思ってたので、今日はまあ本当に、まあ、みんなの力も借りてですけど、やっぱ自分が出てって最後防いで、で守りきるっていう形がやっぱ多く作れて、まあみんなもう体張って走ってくれ、暑い中走ってくれてたんで、そこを自分が補いたいなと思って、今日は集中してプレーできてよかったなと思います。あ、トナン戦から形をちょっと変えたりとかして、それが今だんだん良くなってきてると思うので、まあ、これを練習でもっと積み重ねていい形にもっと持ってって、次節もクリーンシートで勝てるように頑張りたいなと思います。